皆さんこんばんは。スレイザースピアやっていきたいと思います。さあどこから開始しましょうか。商人があるならお金あるし、商人とこ行きましょうか。こっから行ってね。なんだね。あ、デバフ3回無効、ブロックの予定、ブロック40って、40はちょっと破れねえな。ほら硬すぎんだろ。ほら単純よ。エネミーターン、え、43に増えたけどどういうことこの人。やべえ、攻撃するようなスキルがあんましないね。はい、まあブロックへとこか。はい、よし。あ、33、10×20。 あーやべ、攻撃スキルしかないね。ランダムのアタックカード1枚手札で割る。コストは0。かけるか。アイアンウェーブ来た。サンブロック L。 ブロックされたね。アーティファクト打ち消しか。めっちゃ硬えな。3ブロックしかねえけど。あ、痛い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 。攻撃力10か。ツインストライク。ブロックきつい。ブロックが大した効果ねえなら、もう攻撃するか。これまで削って、3ブロックへとこか。あ、痛い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 。16。来たね、アタックを得るたび。よし。悪い。アッパーカットやるよりも。うわ、ブロックエロ。あー、きついね。敵いきなし強くね。よし。あー、これでいいんじゃない。15くらえ。カード入手。ターン終了時、そのターンでプレイしたアタックの枚数分だけ敵全体に、ドロップキック5ダメージを与える。敵が弱体を受けている場合は何とかあえてカード1枚引く。ヘモネキス3押しな仮に14を与える。これいいかもね。火炎ダメージ毒6、マンゴー HP。 ああ、何か5ブロック L、 戦闘終了まで手札のカード、5ブロックを得て戦闘終了まで手札のカード1枚をアップグレードするか。使えそうじゃない。1回の
ターンで5枚のカードをプレイするたびに敵全体に10ダメージ与える。厳しいね。武装か。場合によっては使えるかもしれない。ターン終了時に3ブロックやる。あんましかな。このターン次のアタックを2回プレイする。あ、じゃあ火力の高いの使えるってことか。でもなんかないの。回復するもんねえんだな。どうしようか。返金はしないよって怒られちゃう。アーティファクト入れるか火炎ダメージか。しっかり買っとこうか。よし、帰ろう。零細企業をサポートしてね。さあ飛行飛行飛行。ああ、なんかデバフ用意されてんな。アタックを2回プレイするっていうのちょっと使ってみようか。これやってで、これを2回プレイするとか。ダブルタップ。あ、2回使ったね。 HP は回復したけど。そういうことか。やっぱやべえな、火力上がっちゃったな。ててあ、ブロック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 。5ブロックを得る。あ、アップグレードを選択できんだ。これ使うか。ああ、10ダメージ与えて弱点差。これは、あ、これゼロに。そのコストはゼロ。これいいんじゃない。よし、使うぞ。20ダメージを与える。デッキ中の名前にストライクの入ったカードをかける枚数分追加ダメージ。追加ダメージを与えるってことは倒せるよね、ここら辺の奴ら。いけ。え、全然全然当たんねえけど、なんで。なんか飛行がいけないのかな。全然ダメージ食らってね。痛い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 。カードいっぱいだな。カードいっぱいになったな。与えても倒しきれないか。アタックによって火ダメが 50% 減少ってやべえな。50% 減少。これ以上ダメージ食らうと良くないよね。ブロック得た方がいいか。8ブロック得る。8ブロック得ます。よし、バックス HP プラス3。さあ、まだ変なデバフ。あ、筋肉プラス1。うわ、ブロック。13ってやべえな。はい、
ってもアイアンウェーブ使った方がいいんだよな。せっかくだけど。使い方間違ったな。倒しきれればいいけど、13じゃ倒しきれないもんね。はい。ああ、きつい。やばい。死んじゃう。敵強くね。いきなし。ああ、やばい。ああ、20ダメージ与える。これを使えばこいつは倒せるだろう。よし、あと変なデバフか。30のダメージ与えられないとやつを倒せないんだよね。そう考えるとまずはこれで攻撃します。で8ブロックやります。でこれ使います。よし、防御。これはスキルか。エモネキス使った方がいいか、これ。まあ、やれる限りで。手札にあるアタックかパワーを複製し手札に1枚加える。6ダメージを与える。あれ、これさっきあったやつだね。よし。あー、両方ともエリートあんな。はてな、行こう。いや、なんかいる。えべえな。強力なデバフを与えること。スネッコ、4ダメージ与える。防御されなかったダメージ分 HP 回復。いけ。使えよかった。ああ、8ブロックを普通に得れば防げるわけだから。いや、このまま攻撃でいけるね。
そうするとこれを使います。よし、ブロック。ああ、移動の刃。普通にストライク、ストライク使って倒せねえな。倒せないか。22のダメージ痛えな。投げる。よし。ああ、ブラッドポーション。スキルがエナジーを消費しない。アタック以外の手札を廃棄する。16ダメージを与える。戦闘終了までか。脱力2か。ダメージをもらわないのは重要かもしれない。こっち行こうかな。道に行こう。大きな建物を通り抜けていくと細長い橋がかかっており、それぞれのたもとには互いに睨み合う騎士が立っていた。あなたは近づこうとする。止まれ。一人の騎士が槍で威嚇するようにあなたを制止した。続行。今日こそは私のペットヌードルスの敵を取ってやるんだ。それまで通ることはまかれな。商人よ、どうだ、どちらが勝利の栄光かかけてみないかね。なんだろうこれ。ゴールド100、賞金250ってなんだ。雇い主旧敵。50ゴールドかけるか。じゃあ年下感染。雇い主は死んだ。金だけ取られたわ。さあエリート、やべえな。ダメージがやばそうだけど、とりあえずアイアンウェーブでどれやるか。うら、防御しねえとまずいかな。これで防げんのも10だもんな。いや結構食らうな。おい、あ、痛い。ええ、死負傷。なんか変なのもらった。やばい、死ぬじゃん。防御をしたいけど7ブロック得る。倒した方がいい気がするんだよな。ダメージ覚悟で倒すか。スキルで一番火力あるやつを。うら、15のダメージ。あー痛い。使用不可。弱体化された。やべえな、どっちか殺せねえかな。3ブロックやるか。弱体はあれなんだよね、倒せそうにねえんだよな。コストゼロか。アイアンウェイ来た。よし、8ブロック。 あと2回か。ご
ブロックよりも投げ払いで全体にダメージ与えて、うら14、10は食らうな。いやーやばい、痛い、死んじゃう。19ってやべえな。待って、弱体食らってるからさ、受けるダメージが半端ないんだよね。捕食じゃ倒せないよな。これにすると12ダメージ。死神は敵全体に5ダメージか。 HP 回復する？回復して生きられるか。じゃあそれで行けるかな。10回復、やばいんじゃない。あー死んだー、マジかよ。強くねえか。アンロックもできないね。アンロックできた。新しいキャラクターメインメニューへ。というところでね、今のところ私は23回でやられたというところでね、まあちょっと敵強すぎたよね。まあとりあえずね、また多分何回も何回も繰り返してカード編成をして戦っていくと思いますので、どうなんだろうね、カードそのまま残ってるのかな、わかんないですけれども、まあまた次回ね、1から始めていきたいなと、プレイねしていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。